最近ツイッターを開くと TL にカポエラーの変化 BGM を変化から島に変えた人がいたり、神石様が描いたマリーちゃんのイラストが大量に流れてきたり、ポケモン剣盾一色じゃないですか。私、最近のポケモンについていけず剣盾の購入は考えていなかったのですが。まあ買っちゃったよね。知ってた。で、その日は一睡もしませんでした。楽しすぎんだろー。というわけで今回は注目の回ですよ。皆さんご存知あの SCP-96 トークンを作成に取り掛かります。え、何？皆さんご存知なの？コメントでもよく来てたんですけど、まあ有名よね。生声の方に上げた動画でも解説してますが、さらに詳しい情報については後ほど。てなわけでこの SCP-96 トークンを作成していきたいんですけども、ガストの涙が一つ足りないんですよね。逆に一つ持ってたんだ。いつぞやのネザー要塞探索の時にゲットしたんだよね。あの時もっと集めてればよかった。でもまあ今回は SCP-6 の運慶とか SCP-127 もあるので、ガスト討伐は余裕そうですね。早速ガストを発見。涙落としてくれるかな。落としませんでした。確率どんなもんなんだ？割と落とさない気がするけど。アルブログを確認したところ 50% くらいって記載がありました。へぇ、割と落とすんだな。まあそのガスト自体があんまりいないんですけどね。はい、2体目。あ、てかあそこでターチからアイテム溶岩行っちゃうかな。何も考えてなかった。もう1体声が聞こえるのでしっかり陸で倒します。2体だ。おお、当たった。SCP-127 を使うまでもないですね。さて、涙はドロップしてるかな。してないですね。なえました。と思ったら2体目に倒したガストの下に涙落ちてました。やったね。かなり遠くまで来たんですが、ワープブックで一瞬で帰宅。いやー便利ですねこれ。拠点のワーク地点に穴掘ってやりたい。穴掘ってやりたい？うん？え？てか待って。ガストの涙もう一個チェストに入ってたんだけど、いつ入手したんだこれ。まあ他にガストの涙を使う SCP トークンもあったはずだし、そっち先に作ろうかな。じゃ、SCP-96 の前にこの SCP-87 トークンを作ろうかな。ガストの涙以外の素材も揃ってるしね。並べ方複雑だな。これでいいかな？できたできた。では早速 SCP-87 の説明を置いときますね。はい、こいつも SCP-96 同様人気の SCP ですね。この SCP-87 を題材としたホラーゲームも存在してます。SCP-87 はコンクリートでできた手すり付きの下り階段です。SCP-87 には光を吸収する性質があり、明かりを持って行っても照らせる範囲は狭いとのこと。さらに、最初の踊り場に降下した時点で子供の泣き声が聞こえ、内容としては、お願い、助けて、降りてきて、とうとう。しかし、いくら音源に近づこうとも、音の増大を感じず近づくことは不可能とのこと。もうこの時点で相当ホラーなんだけど。さらにさらに、この SCP-87 内部には SCP-87 の1と呼ばれる存在がいます。うわ、こっぱ。なんだこいつ。SCP-87 の1は下の顔に見えるものの、瞳、鼻孔、唇が存在しない。何か、です。ただ、鳴き声の主ではないことだけははっきりしてるらしい。こいつに遭遇すると、強烈な疑心暗鬼と恐怖心を感じて遭遇した者は SCP-87 の1から逃げ出すそうです。これが SCP-87 の1の作用なのかは不明とのこと。まあこんな状況であの怪物を見たら、恐ろしくなって逃げるのは当たり前だろうけどな。D クラスが SCP-87 の探査を行った際の実験結果も財団ページに置いてあるのでぜひ見てみてね。まあ SCP-87 についてはこのくらいにして、施設を建設していきましょうか。やべえ、いきなり SCP-87 の内部かよ。てかなんかモーションブラーかかってないか？確かに、安っぽいブラーがかかってる気がする。なんだろこれ、まあいいや、一旦上を目指します。上まで結構かかるんじゃないのか？あ、着いたわ。てかあれ、ちょっと待ってよ。ここってテレキルウォーキンを保管してる施設だよね。これ、テレキルウォーキンを保管してる施設に入り口が繋がっちゃった感じですか？これってある意味奇跡なのでは？いや、普通に奇跡だろこれ。では早速行けるとこまで降りてみますか。多分下まで長いと思うのでのんびり行きましょう。のんびり行くようなとこなのかこれ。いやー、ホラーっぽい雰囲気で行くか迷ったんですけど、どっちのがいいかな。ただでさえホラー曲振りの SCP なんだし、ホラーっぽく行こうぜ。マリサ、昔はホラー苦手だったのに、こんなに立派になって。というわけでホラー風の雰囲気でお送りしていきます。あ、松明つけられないですね。これが光を吸収する性質か。これ、実況者殺しの階段ですよね。何も喋ることない。やば、地上の光が当たらなくなった。めっちゃ怖いんだけど。私が言い出しといてあれだけどやばいなこれ。いきなりバンってのはやめてほしいけど、大丈夫かな。あ、もし怖くなった人はコメント欄に逃げてくださいね。多分面白いコメント書いてくれてる方がいるはずなので。自分の動画のコメ欄のハードル上げるやつ初めて見た。いて、うわー、出たー。逃げろ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 。一発のダメージでかくね。 SCP-6 の恩恵がなかったら即死してんな。てか見た
メやべえよこいつ。キモいし早い。一応地上まで来たけど、これどうすんの？ずっとついてきてんだけど。まあ扉を向こうから閉めるしかないだろうな。いや、無理でしょ。そんな隙ないですよこれ。まあ私の命は防具が壊れるまでは持ちそうなので、いろいろ試してみますか。頼む、外までついてくんなよ。普通に来てるー。これは長い戦いになりそうだ。とりあえず階段の中に誘導して考えるか。あれ、来てない。もしかして詰まってんのか。あー、なるほどねー。一旦こっちに来てほしいんですけど。じれってーなー。来た来た。さてどう閉じ込めようか。一旦扉を破壊して、外に出てから設置して閉じ込めるしかないだろ。それだ。おっしゃ。収容完了。扉の破壊は結局うまくいかなくて柵を使って確保しました。一回殺されたし。割と辛かった。というわけで今回の大本命。いや、この実況の大本命でもある SCP-96 トークンの制作に取り掛かります。材料はこんな感じですね。全部ネザーで最終可能なアイテムです。というわけで皆さんご存知、SCP-96、シャイガイ、トークンの完成です。パチパチパチ、空白の文書が欲しいんだけど、44分のクールタイムが。あ、そういえば、チェストにもう一個データバンクがあったな。持ってこよ、持ってきて設置しました。クールタイムに入るまで空白の文書を生成しておきます。はい、無事 SCP 文書も作成できました。で、肝心の施設配置場所なんですけど、あそこにします。は？なんであんな場所に？まあ、なんとなく、危険だしこいつ、こっから階段を繋いで上の浮遊してる島まで繋げます。その間に SCP-96 の説明でも、SCP-96 は 2.38 メートルもあり筋肉がほぼなく、腕の長さが 1.5 メートル、体は白く、体毛もなく、脳も未発達の人型 SCP です。こいつの顔見ると殺されちゃうんだけど、直接死認するのはもちろん、映像記録や写真を見るだけでも殺害対象になるんだよね。もっと言うと、写真に4ピクセルしか写ってなかったり、網膜に一瞬写っただけで、その人が、見た、という認識がなくても殺害対象になるなど、なかなかぶっ飛んでます。それだけでなく SCP-96 自体の戦闘力もぶっ飛んでます。深海で潜水球に乗せた D クラス職員が SCP-96 の写真を見たその十数分後、潜水球を破壊してその職員を殺したり、ケテルクラスで一番有名な、不死身で最強の SCP-682 の肉体の 85% を喪失させるなど、とんでもない奴なんです。ガチで過去最高レベルでとんでもない奴でくさ。とまあこんな感じで浮遊島に到着できたので、早速施設を配置していきます。うお、こんな時にガンツが。まあここなら爆破しても問題ないでしょ。気を取り直して配置していきます。あれ、見にくりしたんだけど。うええー、そっち。変なとこに配置されちゃったな。よっしゃ、いい感じに繋げられました。もう早速入りますね。いつもよりワクワクしてます。いや、ワクワクしてんじゃねえよ。大丈夫ですよ。何かあったらテレポートで逃げればいいんです。いや、SCP-96 の場合何かあったらテレポートしたところで殺されるだろ。あ、そうか、そんなことより、このガラス張りの向こうがシャイガイが収容されてる部屋ですよ。え、どうなってんのこれ。お邪魔します。おい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 、大丈夫なのかよ。大丈夫ですよ。この強化鉄と鉄ブロックを壊して顔を見なければ。でもまあ開けてみたいよね。知ってた。そっと向いちゃった。ちょっと SCP-127 撃ってみようかな。なんでその発想に至ったのかなぞ。顔見なきゃ襲われることはないはずだから大丈夫大丈夫。あれ、結構ダメージ入るな。今、2マス開けてスリルを楽しんでます。うわ、いきなり歩いてくんな。てかやべえ。ここブロック置けねえし。どうしようこれ。あ。終わった。やばい。どうすんのこれ。逃げた方がいい？お前は死んだんだ。諦めろ。やばい。音が。編集でかなり下げてると思うけど、これは来なくつぶれる。てかこれ追ってくるまでに随分クールタイムあるんだな。衣装書く時間くらいはあるんじゃないか？いやだー。登録者10万人一体。まだポケモンのエンディングすら見れてない。やり残したことが案外性もなくて草も生えない。あれ？まだ殺されない。いやーことか。指つくのも惜しかった。うおー。私は逃げるぞー。お、割と逃げれてる。これあれか、死んだらさすがに追いかけてくるのやめるのか。まああいつは殺すまで追いかけてくるわけだからね。でも、ちょっとネタバレすると、SCP クラフトで追加されるシャイガイは死んでも永遠にブロックをぶっ壊しながらどこまでも追ってくるので、奴の顔を見たらプレイヤーの命はもちろん、ワールドも一発 KO です。まあこの実況のメインはロックダウンの SCP なので奴を召喚することはないと思いますけど、てかシャイガイさんどこいるんだろ。あれ？今いたよね。いやこれ。どうやってあの鉄ブロックの中に戻せば？あ、怖い。
さっきのうるさい叫び声聞きたくないしな。まあ下向いてけば問題ないだろ。へえ、緊張感あるなこれ。とりあえず、落ち着いて再収容する方法を考えますか。もう一回顔見て、収容室の中に待機して死ぬ瞬間に拠点にテレポートするとか。でもそれだと私がまだ死んでないから拠点まで追ってくるんじゃないかな。いやちょっと待って、社外普通に歩いてんだけど、これもしかして放っとけば収容室内に戻るやつ？それだったらありがたいけどな。まあ最悪、顔見て収容室内で待機して社外に殺されれば再収容はできるよね。こいつ、殺したプレイヤーの場所に居座るっぽいし。はい、トリマおとなしくこの部屋に戻ってね。その視点で社外が来るってこっち見たら終わりだろ。大丈夫大丈夫、一が拳を交えた仲だしね。お前もしかして虚言癖ある？よし、これで一旦は安心かな。さっきも言ったけど、仮にこの施設から脱走したとしても、命を何回か捨てるだけで簡単に再収容はできそうだね。今回は時間がないからこの辺で終わるけど、次回は SCP-96 から逃げ切る動画でもやろうかな。ここめっちゃ高い場所に施設建ててるから、エリトラで逃げたらなんとかなりそうじゃない？ SCP-96 の性質上は確実に不可能だけど、マイクラだったらいけるかもな。ってなわけで、次回をお楽しみに。今回はオチがないから宣伝だけして終わろうと思うよ。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネルの登録、高評価、コメントお待ちしております。動画の投稿告知や近況報告などなどは Twitter の方で行っておりますので、ぜひともフォロー。最近では趣味の Twitter 赤も立ち上げたので、概要欄よりぜひともフォロー。それでは皆さん次回の動画で会いましょう。バイバイ。